網膜剥離とか白内障とかの原因になることもあるので、強い力でね、もう目をこうも疲れてあって揉んだりとか押したりとかってするのはやめるようにしてください。目の洗浄っていうのも実はやらない方がいいので気をつけてください。目の体操もよく言われますよね、実は目の体操というのもやり方によっては注意が必要なんですね。悩み解決、哲学同心研院長の井上です。哲学同心研名口です。院長、本日のテーマは何ですか？本日は眼精疲労でやってはいけないことを4つご紹介したいと思います。眼精疲労でやっちゃいけないことってあるんですか？一般の人に眼精疲労になった時にやっちゃいけないことって言われて何を思い浮かべますかっていう調査したデータがあるんですね。ああ、そうですね、はい、そのデータ結果によると1位はパソコンとかスマホをね、長時間使うようなことをしちゃいけないっていうのが第1位だからね。第2位は度の合わない眼鏡とかね。ああ、そうですね。あとコンタクトみたいなのを使って仕事とかね、パソコンとか見てしまうと負担かかるっていうのが第2位なんですね、第3位はすごい暗いところだったりとか、逆に明るすぎるっていうね、光の状態が極端な時にね、負担かかっちゃうんじゃないかっていうのが3位だったんですね。まあそれは確かにもちろんね、その3つはもちろんやらない方がいいことであって、皆さんもね知ってはいると思うんですけども、一般的にねセルフケアとして出回ってるものの中にも実はやらない方がいいことっていうのがあったりするんですね。そうですね、今日はそんな中でやってはいけないセルフケア4つをご紹介したいと思います。野口先生は眼精疲労のセルフケアっていうとどんなのが思い浮かびますか？目のマッサージとか目の体操。そうですね、目のマッサージってよく目が疲れた時に自然と自分で疲れてもやってしまったりとかそういうこともあると思うんですけども、実は目というのは他の、ね、臓器に比べると目自体を保護するものっていうのは実はないんですよね。要は骨でこう覆ったりとかって守るものがないので、なので言ってみればむき出しの状態の臓器とも言えるんですね。なのでそういった繊細な状態の目なので、強い力でマッサージしたりとか、あとギュッと、ね、強い力で押しちゃったりすると結構それが眼球の中にある網膜ってところに負担かかってるのね、その負担がかかりすぎてしまうと場合によっては網膜剥離とか白内障とかの原因になることもあるので、強い力でね、もう目をこうも疲れてあって揉んだりとか押したりとかってするのはやめるようにしてください。二つ目は、よく目が疲れるとこう目を洗浄し、ね、洗浄液とかでこう変洗浄液がありますよね。実は洗浄液を使ってこう目を、ね、洗ってしまうと、角膜の上には角膜を保護するために脂質だったりムチンっていうね、角膜を守るためのものがあるんですけども、それも一緒に洗い流してしまうんですね。なので洗浄液によって角膜の保護成分が洗い流された結果、目がかえって無防備な状態になってしまうので、目の洗浄っていうのも実はやらない方がいいので気をつけてください。よく目薬はどうなんですか？目薬は目の栄養になるもの 2,3 滴入れるだけなので、そもそもその保護成分自体が流れ出すこともないので、目薬はやっていただいてもちろん問題がありません。なのでほこりが入ったりとか、なんかゴミが入ったっていう時は必要ですけども、それ以外の時ではなるべく目は洗い流すことはやめるようにしてください。次に3つ目ですけども、最初に野口先生が言ったように目の体操もよく言われますよね、実は目の体操というのもやり方によっては注意が必要なんですね。そもそも目がね、ピントを合わせるときにはレンズの役割をしている水晶体を筋肉の力でこうね、厚くしたり細くしたりって伸ばしてるんですね。それを使いすぎてしまうとその筋肉が硬くなってしまってるんで、それを柔らかくするという意味で目の体操というのがあるんですけども、いわゆる目を動かすときに使う、硝子体繊維というね、目のレンズについてる繊維なんですけども、そういうのを目の体操だと言ってなんか強くね、極端に動かしてしまったり激しく動かしたりしまうと、その繊維が強く引っ張られることによって硝子体繊維が網膜にもくっついてるんですね。でも網膜の方を引っ張ってしまって、あまり強すぎると剥がれる原因になることもあるそうです。でそうしてしまうと、やはり網膜剥離などの怖い病気の下地を作ってしまう可能性があるそうなので、目の体操というのもむやみにね、強くね動かしたり激しく動かしたりというのはやめるようにしてください。必ず専門家の指導を受けるようにしてくださいね。4つ目は、これから暑くなってくる季節、やっぱり水分補給っていうのは非常に大事になってますよね。水分をたくさん取ることはいいことなんですけども、その水分を取るときですね、ガブガブと一気にね大量に水を飲んでしまうと、眼圧と言われる目の圧力が急激に低下してしまうんですね。そうすると急激に眼圧が下がることによって視神経に障害が起きる場合もあるので、ね、水分補給は大事なんですけども、水分を取るときには少しずつゆっくりと飲むようにしてくださいね。そういったわけで今日は眼精疲労の時にやってはいけない4つのこと
一つ目は目のマッサージというのは強くこすりすぎてしまうと網膜なのに負担をかけてしまって白内障や網膜剥離の原因になってしまうので目のマッサージを強く行うことは注意してください。二つ目は目を洗ってしまうと角膜の保護成分である脂質やムチンといったものが洗い流されてしまって非常に目が無防備になってしまいます。なのでホコリが入ったとかいうような必要な時以外は目を洗わないようにしてくださいね。三つ目は目の体操も凝り固まった目の筋肉を和らげる目的でやるんですけどもそれも大きく動かしすぎて強すぎるストレッチをしてしまったりだとか激しく動かしてしまうと小主体腺と言われる繊維が網膜にくっついていてその繊維が網膜を強く引っ張ってしまうので網膜剥離など怖い病気の原因となってしまうので目の体操も注意してください。最後に水分補給をするときに一気にガブ飲みをしてしまうと眼圧が急激に低下するという現象が起きてしまいます。すると視神経に障害が起きる可能性があるので水分のガブ飲みを注意してくださいね。そういったわけでこれからも様々な動画を発信していきますので高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。実は目の洗浄をねちゃんとしたもう一回